はい、ということで今回はですね、スリキ運転教室をやりたいと思うんですけども、今回やることはですね、最高速アタックでございます。まあ、このゲームですね、まあ、そんなに車が多くないので、まあ、全部見ても、まあ、そこまで時間かからないんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、とりあえずですね、このランボルギーニシアン、こちらからいきます。まあ、車の数も、まあ、少ないとは言っても、まあ、ないわけじゃ、あるっちゃあるので、はい、どんどん見ていきますね。で、ここのですね、川沿いがいいかなと思います。まあ、車もいないですし、まあ、まっすぐの道で、障害物もないので、ここでですね、まあ、行ってみたいと思います。行きます。忘れた。はい、行きまーす。忘れた。はい、行きます。さあ、来ました、来ました。まあ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 、早いですよ。さあ、これでもあれですよね。ぶつかるまでに最高速度達するかっていうところあるんですけど。あ、これぐらいか。まあ、ぶつかったらですね、その時点で終了。あ、わだわだわだ。はい。前方にスピードバンプがあります。ランボルギーニシアン291キロということで、次行ってみましょう。はい、やってまいりました。次はですね、このヒュンダイのセダン。これ、ちょっとまあ、車種は調べてないんですけども、ヒュンダイですね。もう、これはでも、エンブレムがですね、もう思いっきりもろ使われてますからね。まあ、そういうとこはわかりやすいんですけど、まあ、これは結構遅そうですけどね。さあ、行きます。ちょっと今、斜め向いてますけど、行きまーす。さあ、来ました。これ、ウィングないよね。はい、ウィングありません。カラーだけでございます。さあ、もうこれはですね、めっちゃくちゃ遅いですね。いや、そんなわけでもないか。まあまあまあ、まあ、1500cc ぐらいのスピードかな。お、ここら辺がマックスか。158。159。160。さあ、ぶつかる。さあ、ぶつかる。こけましたね。さあ、やってまいりました。一応、ヒュンダイのトラック。なんですが、これですね、マニュアル操作でございますということで、なんかクラッチペダルがあるんですけど、どうなんでしょうかね。で、まあ、左上にですね、マニュアルのギアがあるということで、ちょっとこれ、ちゃんと運転できるか わからないですけど、行ってみたいと思います。行きます。さあ、行きました。でもこれ、あ、ちょっと。難しいな、これ。お、加速してきました。ちょっと待って、なんか、い。まあ、最高速ですからね。おっそ。はい、もうこれ限界ですね。126キロ。7、6、127キロ。さあ、続いてですね、バスです。バスも、マニュアルですね。バスかいな。まあ、ちょっとさっきトラックで、ちゃんとクラッチを踏まないと、シフトが操作できないということは分かったので、さあ、ちょっと気合い入れてですね、行きたいと思います。さあ、行きます。始まりました。でもこれぐらいで動かさなあかんのかな。これ結構分かりにくいんですよね。回転数聞いてても、なんぼ、
なんぼでなんぼかちょっと分かりにくいんで、なんかそこら辺めちゃくちゃなんですよね。普通ギア入れ替えたら普通入れ替えたら回転数がね落ちて、そっから上がっていくっていう感じのはずなんですけど、結局これ大丈夫？マジかよ。はい、ということでですね、もう恐ろしい車がやってまいりました。ブガッティチロンということで、まあこれはですね、ちょっともう最高速アタックとしてはもうかなり期待されておりますが、さあ、何キロ出るでしょうか。やってみたいと思います。もうしっかりですね、もうウィングも上げてますから。ほんでちょっとこのあの指がですね消えないんですけど、もう行きますね。行きまーす。さあ恐ろしい。恐ろしい。恐ろしいでございます。うわ、速い。さあ何キロで壁に当たるのか。これでもあれやな、やっぱりまだ伸びますね。156キロ。これもうちょっと長い道ないかな。はい、ちょっとですね、今ここに来たんですけど、これまっすぐ行った方が長いですよね。だからこの道で最高速アタックやりたいと思います。はい、じゃあちょっとここでですね、もう一回見てみましょう。行きます。ちょっとこれ車が出てきたら避けないとダメなんで、それがちょっと怖いですけどね。まあできるだけこれ真ん中走っとけば大丈夫かな。何キロ？うわすごい、やばい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 、怖い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 、うわーうわうわ飛んでいったでもそれでもやっぱ360キロぐらいしかね。はい、はい、じゃあちょっとですね、こちらシアンの方ももしかするともっと速度出るかもしれないので、もう一回ですねこの道で行ってみたいと思います。行きます。さあ行くよ。さあ行くよ。300キロ超えますかね。さっき200何キロやったかな、270くらいでしたかね。確か300は行ってなかったはずなんで、はい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 、もう少し行け。300行くか。300、300、300、300、あ、行った。面白い。これが面白いな。はい、ちょうど300キロ出ましたね。はい、では次行ってみましょう。さあ、ではですね、続きまして、こちらのシボレーのちっちゃい車。まあ、これはですね、コーステストやる場合に、非常に有利な車となっておりますが、さあ、最高速度の方はどうでしょうか。ではですね、行きたいと思います。行きます。さあ始まりました。ちっちゃい車が頑張っております。これもちっちゃいですけどね、結構加速はいいと思いますよね。加速は、まあ、ただやっぱりここでもうちょっと回転数が上がらない感じがするので、もう速度的には頭打ちですかね。これははい、ウィングはないですね。ウィングはなし。158キロ。あ、158で止まった。59、まあまあ159ぐらいですね。はい、では次行きましょうか。はい、ではですね、続きましてこちらのランボルギーニ、これはどうなんですかね。これアベンタドールで合ってますかね。こちらですね、行きたいと思います。これはですね、ウィングがございません。もう結構もうデフォルトで加速がいいということですね。では行きます。さあ、何キロ出るでしょうか。さあ、センターから出てるですね、2本の火がかっこいいですけども。さあ、ここで200キロを超えていく。そして、車を避けつつ、あ、意外とこれ300キロ。
行かなさそうですね。275、6、7、280ぐらいが限界か。おい、頑張れ頑張れ。あーあーあスピードバンプがありますうわひっくり返ってザザザザザーですね。ひっくり返ってザザザザー。はい、280キロぐらいでしたね。さあ次行ってみましょう。さあ、ここでですね、一旦この、画質の悪いミニバンかなを挟むということで、これはですね、ちょっとほんまに画質が悪すぎて、メーカーが何なのかがわからないんですけど、カーニバルって書いてますね。カーニバル、カーニバルっていう車なんでしょうかね、ちょっとわからないですけど。はい、ではこちら行きたいと思います。これはね、これはもう車のカラーすらありませんからね。車のカラーすら選べない、そういうですね遅いな、これ遅いな。意外と新幹線も遅いな140キロぐらいしか出てない、150キロぐらいしか出てないということですよね、新幹線。これ一緒に走ってるということは。ああ、151キロ、マックス。めっちゃ飛んどったね。はい、では次行きましょう。さあ、続きましてですね、ランボルギーニチェンテナリオと。いうことで、まあ、これもですね、ウィングがないんですが、もうこのままでですね、行きましょうか。行きますよ。GO! さあ、これも、アベンタドールと、ちょっと似たような感じなんかなと思ってるんですけど、あっちがね、300キロ超えなかったということなんですが、これの方がまだちょっと早いか。いや、一緒ぐらいですね、やっぱり。280キロぐらい。危ない。あーっと、当たってるが、大丈夫。あーっと、危ない、危ない。ここ。あはうわ。はい。まぁ、ちょっと当たるのは早かったんですけど、まぁ、280キロでですね、もう頭打ちしてたと思います。では、次行きたいと思います。さあ、ではですね、続きまして、アウディ R8 ということで、まあ、ちょっとこれ車の色を変えようかな。さあ、車の色がですね黒に変わりました。ではですねこちらでいきたいと思う。はい、ではですねこちらでいきたいと思います。さあどうでしょうか。まあ、これもですねウィングがないんですけど、まあこれもあれかな。ランボルギーニたちと同じくらいのスピードですかね。あ、でもちょっとこれの方が遅いか。R8 は意外と、まあ最初から乗れますからね、R8 は。あ、これは遅いですね。250キロいかない。もうあ、が、が、終わった。前方にスピードバンプがあります。よいしょ。はい、柱にですね激突しまして、グッとね止まりました。はい、250キロいかなかったですね。次行きたいと思います。